キヌガサ、重巡洋艦。キヌガサ、キヌガサ、キヌカサは、日本海軍の青葉型重巡洋艦2番艦。1927年、昭和2年9月に竣工した。1942年、昭和17年11月、第3次ソロモン海戦で空襲を受け沈没した。由来には、諸説ある。竣工直前の1927年、昭和2年8月1日。 田村茂彦議彦委員長が軍務局に、官名は横須賀の木の笠山で良いのかと問い合わせ、軍務局がご考察の通りと返答した記録が現存す。一方、海軍士官の新木、研究団体遂行者、東京遂行者が1928年、昭和3年に出版した日本海軍艦船名校には、すでに徳島県、阿波国の応江軍、 美馬軍にまたがる高越山、通称、阿波富士、絹笠山に由来とするとの記載があり、海軍省の見解が統一されていたかは明確ではない。財団法人海軍優秀会が1935年、昭和10年に出版した、幕末以降帝国軍艦写真と史実は、長野県の絹笠山とする一方、徳島県の絹笠山も否定せずに付記している。 感染研究家の福井静蔵は、高越さんの由来と断定し、横須賀にも木の傘の地名があることの起源が考慮されたのかもしれないと、述している。また、館内神社には、神奈川県横須賀市の橋宇ど神社と京都市の平野神社があり、平野神社の近くには木の傘山がある。木の笠春光後の1928年、昭和3年1月12日、 キヌガサ副長は、平野神社、橋渦神社、木ヌガサ神社、横須賀市に、法能学用と絵葉書き用の感謝神を送付しようとしている。1922年、大正11年8月11日、心臓の一等巡洋艦が一番艦キヌガサ、二番館、古高と命名された。10月9日、経順として建造が中止になった過去が一番館になり、 絹傘の艦名は三番館以降となった詳細とその後の経緯は過去三章。1923年、大正十二年九月十八日、四隻目の一等巡洋艦に青葉の艦名が与えられ、絹傘を川崎重工業神戸造船所で建造することが待った。1924年、大正十三年一月二十三日に寄港。1926年、 大正15年10月24日、伏見宮広安王林石の下浸水し、1927年、昭和2年9月30日に竣工した。気候は、同系の青葉より早かったが、浸水時に約1ヶ月、竣工は10日遅れ、青葉型2番艦となった。1927年、昭和2年10月30日、完成1ヶ月後の木の傘と、 青葉は大演習艦官式横浜沖に参加した。12月1日に第5戦隊に編入され、古高型と青葉型の計4隻が同一戦隊に初めて揃った。最新作りのキヌガサが戦隊機関となり約2年間務めた。その後、キヌガサは太平洋戦争海戦まで第7、第6戦隊などに所属した。1928年、 昭和3年に日本海軍の艦艇として初めて航空機用カタパルトを装備した。12月4日、第5戦隊は五大霊特別艦艦式に参加した。1929年、昭和4年5月28日、昭和天皇は関西方面への行行のため横須賀で従順な地に上艦し、絹笠と過去が満艦色で奉迎した。7月11日、 演習中のキヌガサは浮上してきた潜水艦位55と接触し、艦首艦艇付近を損傷した。1936年、昭和11年8月14日午前4時頃、訓練終了後の青葉とキヌガサ、古高が重列で航行中、青葉が6ノットに減速する胸の信号をキヌガサが見落とし、9ノットで直進したキヌガサが青葉に追衝突した。両艦に、 深刻な損傷はなかったが、木の傘は、応急修理後も大きな監守派を出すようになったという。10月29日、神戸沖の観艦式に参加した。1938年、昭和13年10月から、改修工事に入り、タービンを、重油、石体根性から重油扇傷艦に交換して、バルジを増設するなど、大規模な改装を行った。 1940年、昭和15年10月、工事が完了した。1941年、昭和16年3月1日、木の傘は、第一艦隊所属の第6戦隊に編入し、近代化改装を終えた、古高型、青葉型の4隻が揃った。9月15日、第6戦隊司令官に、後藤尊次少将が就任した。戦時の第6戦隊は、 1> 第一小隊アオバ、過去、第二小隊キヌガサ、フルタカの編成で、南洋部隊に所属し、井上成美中将が指揮する第四艦隊と行動を共にした、両艦の編成は、第四艦隊三章。開戦後は、グアム島攻略、ウェーク島攻略に参加した。1942年、昭和17年に1月以降は、ニューギニア方面に移動しラバウル攻略を支援。 3月には、ライサラモア攻略やブーゲンビル島攻略作戦、4月にはアドミラルティ諸島攻略作戦を支援した。いずれの戦いでも、キノガサや第6戦隊が本格的な水上戦闘をする機会はなかった。第6戦隊は、ポートモレス B 攻略を起とする MO 攻略部隊に加わり、4月30日にトラック白地を出撃した。 第六戦隊と駆逐艦サザナミが空母小大鳥を護衛したが5月7日に米機動部隊艦載機の空襲で小大鳥が沈没した。第六戦隊は乗員の救出を行ったが再度の空襲を避けるため海域を離れた。小大鳥を失ったため絹笠と古ルが m 大機動部隊の護衛に編入され青葉、過去と別れた。5月8日朝キヌとフルは 空母随格、空母昇格、従順妙高、従順羽黒、駆逐艦六石、明けぼの、潮、しぐれ、白露,露、有明、夕暮れと合流した。同日、MO 機動部隊攻撃隊は、米空母歴トンを撃沈し、ヨークタウンに損傷を与えたが昇格が大破したため、絹笠と古高、夕暮れ、潮が戦場を離脱する昇格を一時的に護衛した。 5月12日に青葉、過去と合流し、17日にトラック白地に帰島した。6月上旬、絹笠と古高は日本本土に戻った。6月、ミッドウェイ海戦に敗れた日本軍は、ソロモン諸島の防衛を強化するため、同戦域を担当する、外南洋部隊の中核となる第8艦隊、司令官三河軍一中を編成した。 外南洋部隊支援隊に編入された第六戦隊は、再び南方へ移動した。8月7日、アメリカ軍は、ガダルカナル島とツラギ島に上陸し、ガダルカナル島の戦いが始まった。ラバウルに向かっていたキヌガサなど、第六戦隊は、従順長海、軽巡天竜、京準夕張、駆逐艦夕凪と合流し、8月8から9日の夜間に、 ガダルカナル島北方水域に突入した。この第一次ソロモン海戦で、キヌガサを含む日本艦隊は、米中順アストリア、米従順ビンセンス、米中順クインシー、オーストラリア中順キャンベラを共同で撃沈し、ほぼ干渉した。しかし、第六戦隊の四隻で、ニューアイルランド東ビ美ンに帰島中の8月10日、過去が、米潜水艦の来撃で沈没した。過去の乗員は後に、 木の傘、古高、青葉に収容された後、ラバウルへ向かった。8月18日、ガダルカナル島に陸軍一騎士隊が上陸し、兵員と物資の輸送作戦が本格化した。3隻となった第6戦隊は8月19日、三体サベルジマレカタワンに進出して、臨時水上機基地を設置したが、8月20日に米機動部隊が出現して撤収した。同日、 ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場が稼働し、8月21日に一騎士隊が壊滅して、同島の選挙局は急速に悪化した。第6戦隊は輸送作戦を支援し、同日に鳥海、駆逐艦磯風と合流した。8月23から24日の第2次、ソロモン海戦には参加せず、木の傘、鳥海、青葉、古高は8月25日未明。 搭載する水上偵察機系6機でヘンダーソン飛行場を攻撃した。飛行場は健在で同日中に輸送船団と護衛する第二水雷戦隊が空襲を受け、揚陸も失敗した。木の傘と鳥海は8月26日にラバウルに帰投した。8月25日の空襲で増援部隊の第二水雷戦隊機関人数が損傷したため、 三河中将は8月27日府で木の傘を増援部隊に編入した。輸送船団が退避したショートランド白地に移動し、8月28日から第二水雷戦隊機関となった。しかした中、雷蔵第二水雷戦隊司令官が海軍艦艇による輸送作戦の中止と増援部隊輸送基地のラバウルへの交代を主張したため、8月31日増援部隊は、 ショートランドに到着した第三水雷戦隊に変更された。絹笠は4日で期間を外れ、支援隊に復帰した。9月12日朝、ヘンダーソン飛行場への日本陸軍の攻撃を支援するため、主体、鳥海、青葉、絹笠、古高、駆逐艦天霧、奇襲隊、平順川内、駆逐艦式並、吹雪、両風、駆逐艦部隊、さざ波、潮、 影楼、白雪、浦波、夕立、村雲が、ショートランド白地を出撃し、ガトウルンが白地へ向かった。しかし陸軍が、飛行場の占領に失敗したため交代し、各隊は9月15日から16日にかけて、ショートランドやラバウルへ戻った。10月11日、ヘンダーソン基地艦砲射撃を実行するため、第6戦隊と吹雪、駆逐艦発雪が、 ガダルカナル島に向かった。米軍は、従順洋艦2隻、軽巡洋艦2隻、駆逐艦5隻でサゴ島沖で迎撃した。日本側は、敵艦隊が不在と信じていたため、夜間に近づいた、米艦隊を、自軍の輸送艦隊と誤認し、先制攻撃を受けた。吹雪が沈没、機関の青オバが大破して、後藤少将が戦死し、青オバは海域を離脱した。さらに、 皇族の古高が集中砲火を浴びて航不能、高校府の12日未明沈没に陥ったが、木の傘と初雪は果敢に応戦した。この戦闘で、米区逐艦段艦が沈没、米系巡防イスと米区逐艦が大破、米中巡ソルトレイクシティが勝破し、木の傘は軽い損傷で切り抜けた。その後、米軍機5機の空襲を受けたが被害はなく、12日午前9時、 ショートランド白地に戻った。10月13日、第3戦隊の戦艦混合、戦艦春菜などが飛行場を艦砲射撃し、木の笠は推定で照明弾を投下する任務を受けた。同日夜、三河中将は、ガトー揚陸作戦を支援するため、鳥海、木の笠、駆逐艦、餅月、天霧を率いて、ショートランド白地を出撃した。 10月14日から15日にかけて鳥海と木の傘は、艦砲射撃20センチメートル砲弾752発を実施したが、飛行場の運用に支障はなく、日中の空襲で輸送船3隻を喪失、揚陸した物資もほとんど消失した。10月17日朝、鳥海、木の傘、天霧、餅月は、ショートランド白地を出撃し、ガトー輸送作戦を行う。 軽順三隻、川内、揺良、達田と秋月など、駆逐艦十二隻を支援した。10月24から25日に、日本陸軍によるガトー飛行場総攻撃が行われ、両艦隊が支援したが、総攻撃は失敗し、空襲で揺良が沈没、秋月が中破した南太平洋海戦。各隊は26日から28日までに、ショートランド白地に帰島した。 11月1日、木の傘は、第3水雷戦隊機関となり、川内、天霧、初雪と共に第1攻撃隊を編成した。第1攻撃隊と第4水雷戦隊、第19駆逐隊の増援隊は同日深夜に、ショートランド白地を出撃、11月2日深夜に、ガトウ揚陸を実施するが、悪天候で一部の物資を揚陸できなかった。 キヌガサの推定は11月2日夜の加藤偵察で、米軍艦爆3機と交戦、行方不明になった。11月4日、次の輸送作戦に備えて機関が、キヌガサから裏波に変更された。輸送作戦は成功し、各隊は11月6日朝にショートランド白地へ帰島した。11月10日、第6戦隊が解体され、キヌガサは第8艦隊直属となった。 外南洋部隊は新たに配属された第7戦隊の従順鈴屋、従順マヤにヘンダーソン飛行場の砲撃任務を与えた。11月12日夜、飛行場砲撃に向かった日本艦隊、低戦攻撃隊と迎撃した米艦隊との間で第3次ソロモン海戦、第1夜戦が勃発し、戦艦飛衛、駆逐艦暁、夕立が沈没して、砲撃は中止となった。 11月13日午前3時マイナス4時30分、外南洋部隊主体、鳥海、木の傘、軽順一鈴は、飛行場砲撃を行う外南洋部隊支援隊、鈴谷、真屋、天竜、駆逐艦遊具も、剣雲、風雲、朝潮と共にショートランド白地を出撃した。前夜の海戦で、米艦隊は一旦撤収したため水上戦闘はなく、 同日23時30分から鈴谷とマヤが20センチメートル、砲弾号989発を打ち込んだ。攻撃は成功し、地上の重数機を破壊したが、飛行場の作戦能力に大きな影響はなかった。11月14日午前5時50分、支援隊は主体と合流し、駆逐艦4隻が横1列で艦隊前方、左に主体の鳥海、絹笠、 イスズ、右に支援隊のスズヤ、マヤ、天竜が並列して、ショートランド白地に向かった。しかし艦隊は、米軍機に発見され、直後に、ニュージョージア諸島南方で空襲を受けた。最初に、ヘンダーソン基地の F4 階、ワイルドキャット戦闘機7機、SBD ドーンレスキ降下爆撃機7機、TBF アベンジャー雷撃機6機が襲来した。米軍の記録によると、 キヌガサの右縁に魚雷3本、左縁に魚雷1本が命中した。午前6時38分、右縁に傾斜し重油を流出させたキヌガサに SBD2 機が急降下爆撃を行い、環境全部の右縁一番降格砲付近に500ポンド、爆弾一発が直撃、一発が資金弾となって、全部気発庫が炎上、発電機質が浸水した。この爆撃で、 沢正雄艦長ら環境の指揮系統が壊滅した。水雷町、田中博志国隊員が指揮権を継ぎ、注水による傾斜回復と消火活動を行って沈下させた。しかし空母エンタープライズの SBD-16 機が続いて襲来し、速度が落ちて艦隊から落語した木ヌガサを攻撃した。夕雲と巻雲が随伴、護衛したが、木ヌガサは、 資金弾などで浸水が進んで機関と火事が故障し、航行不能になった。9時22分、絹傘は転覆した後、沈没した海域は、米軍記録など記録に、若干の違いがある。511名が戦死したとされ、生存者は、夕雲と巻雲に救助された。11月15日、飛行場砲撃に向かった戦艦霧島と駆逐艦,艦、綾波が野戦で沈没し、 揚陸した輸送船と物資も破壊されてヘンダーソン飛行場の制圧にも失敗した。多大な犠牲を払った第三次ソロモン海戦は日本海軍の完敗で終わった。12月15日、木の傘は軍艦席から除席された。古高型と青葉型はソロモン海で3ヶ月間に3席が失われ、青葉一席が5で終戦を迎えた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。